Halo guys, selamat pagi, siang, malam, siapapun yang nonton. Kita mulai lagi nih guys. Mazuwa Krillin-san no tokoro da na. カメハウスにいるといいけど。悟空も？本当かよ。悟空とはまた天下一武道会か。俺も出ようかな。でも悟空やご飯や出場する5位まで賞金がもらえる。どれぐらいの賞金が出るの？優勝が1000万ゼニーで、2位が500万、3位300万、4位200万、5位で100万ゼニーか。出場しようくれ、私もで、そうだよなる、頑張ってたくさんよーし、おい、今度惜しいんだよ、俺が5位までに入る可能性が少なくなるから。いや、そういうのは、なんでそんなおかしなダサい言ってんですか、かっこいいのに、クリリンさんもセンスが鈍だ。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも神様の神殿。ミッションね。大したことなさそうだな。Big kill nih guys. Kalau levelnya beda 10 level ya dari kita itu. Tinggal tabrak gini aja guys musuhnya.Contoh lagi guys. Buat kalian cari pas experience, bisa jadiin alternatif ini. Bayangin aja guys kalau kan sudah dapat 26.000 nih. Juga tergantung levelnya sih. Sama yang di komedi buatnya tuh.Kalian di sini mas, 1 jam aja, 6.000. Tuh, 750.000, selama udahlah lanjut aja deh.ことなさそうだな。なんかちょっとだけ。だ。よっ。次でラーメン。忘れ物はなかった。大丈夫だ。あ、いたいた。ご飯遅かったじゃないか。すみません。ところですごい人ですね。ほんとね。ああ、うっとうしい。ミスターサタンだ。ミスターサタンがついたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。はっはー。全世界のサタンファンの召喚お待たせー。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空沢。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。孫、おい。ウィリー、結構変わっちゃったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。孫君、悟空、お父さん。うん？御殿、お父さんだぞ。そっくりだと思ったらオラの子か。なんだ御殿、おめえ恥ずかしいのけ。御殿か、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ私たちはここまでね。みんなほどほどにね。はい、それじゃあ行ってきまーす。なあコテ、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。ntar dua orang ini nyamar ya kalau di komik. Jadi orang dewasa. お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は攻勢を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン、なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破、楽勝だった。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂どお。では失礼します。何者だ孫。わからねえ。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうこと。この二人では大したことはなさ。なんだあいつら、目つき悪いなあ。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果 Z 戦士たちはうまくばらけたが、1回戦の第6試合では悟空、そして1回戦が始まり、続いて第2試合はピッコロと謎の少年。しかしどうしてだ。こいつとはなぜかただそのうちわかりますよ。でも今は危険する。あの危険って。そうだ、そうか。彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているので。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが。あ、何でしょうか。まさか大海王様では。いえ、違います。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありません。4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてよせ。何も言うな、頼む。その続く第3試合でやつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った、降参しろ。降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。おい、それまずいぞ。落ち着けご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろスポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。ポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん。スポポビッチ。許さないぞ貴様だけは。分かったな。短歌を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たるわ。先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだからきっと何か不思議なことが起こるんでしょう。うん。もう大丈夫。でも、しばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合。ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ごはん。ピッコロさん。なんだピッコロ、なんかあるんか。何かはわからない。だがごはんさんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ。わけのわからないやつの言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃああんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を。つらっ！凄まじいエネルギー。あいつだ。変身したごはんくんが。まさかいただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はあ。来た。なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ悟空。ほらついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるなカカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった、天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。くそったれ、貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。あったらおめえもついてこいよ。どうでやろうぜ。それ行くぞ。それ行くか、行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか？いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士？はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪神を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。分かった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に？長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには、汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これですっきりしたわ。頑張ってねごはんくん。魔導士バビリーってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでねごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか？では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。お父さんたちに追いつこう。いいぞ、これはすごいぞ。力が湧いてくる。よし、勘を取り戻すかな。行くぞ。思っていたほどじゃなかったな。よっ、あれいえ、何、いえ、な、はい、いえ。はい。いくぞ。なんだ。はい。海王神様と私はいわば一心同体。それはさすがに言い過ぎかもしれません。えっ、いや、よっ、ぞ。